けるようになったけど。本当に僕のためにすごいいっぱい動いてくれたり考えてくれたり言ってくれたりとか、絆がやっぱすごいなっていうのはじゃあ感じますね。はい、いらっしゃいませ。何玉やろ、84玉です。楽しいです。わあ、いい顔いい顔そうですね、チームワークでやってますね。お願いします。余計もう優しさで、やばかった。大工事やね。一回回転です。重いよ、取るよ。店長開けて、
60度で油を落としてます。きれいに洗って。熱くないですか、こんなテープで。いや、大丈夫ですよ、全然。熱っ。あ、バイトです、全然。もう4年、5年目めっちゃ仲いいんですよ。プライベートとかもめっちゃ遊べますもんね。え、なんで働いたんやろう。うん、働きやすいし、困っとったら助けてくれるんで、めっちゃ忙しい時とかに、あれやっとっていいとか言わんでもやってくれとったりとか、みんな周りが見えてるって感じですね。嫌な顔しないんで、社員とかもみんな優しいし、だけ多分バイトも働きやすいし、みたいな。今からまかない作ります。ふりかけ美味しいっすね。やっぱりふりかけだったらびっくり亭の味噌を一応ふりかけにしてるので、まあいろんな、もちろんご飯にかけても美味しいですし、こう炒め物とかにささっと振ってもらうと簡単に一品ができるのでおすすめかなと思います。なんかマヨネーズと混ぜて野菜ディップのソースにしたりとか、結構幅広いなって思いますね。まあ、前回 YouTube の動画のコメント欄に結構遠くて食べに行けないとか、まあ、外国の方とか結構いらっしゃったんですけど、まあ、そういう人には結構ふりかけおすすめないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。
こはもうあれですね、 YouTube で知ってきました。今日はもうやっぱあれですね、辛味噌っすね。もうこの辛味噌がやっぱ肉と絡まってどんどんご飯進みますね。あ、ちょっとあの会見の時にちょっと目が入ってて、これですよね。なんか店員さんに聞いたらなんか辛味噌に寄せたなんかふりかけっていうので、まあ、ちょっとお土産に買っちゃいました。まあ、家で、まあ、あれに似た味が食べれるってなんかちょっとやっぱ嬉しくなりますね。楽しみです。早く食いたいですね。いや、もうご飯にぶっかけて食います。めっちゃ動くな。はい、これ最高ですね。ぜひみんな来てください。びっくりです。はですね、自分は北九州です。俺は福岡です。好きで昔から。元気がなかったんで連れてきました。うまいっすね、この肉と。男は絶対好きだと思いますよ。赤味噌と油で溶かしてニンニクもですね、はい、最高。やっぱガツンときますね。やっぱ店員さんの人柄とか変わらない味じゃないですか。うん、変わらない味だと思います。はい、ダブルやったっけ。はーい、次。僕実はここで高校1年生のアルバイトしてたんです。40年前ぐらい。そうそう、懐かしい味で、やっぱ定期的に食べたいですよね。うまい。中毒性があるよね、このニンニクとこのしょっぱさとこの飯と、うん、まあでもシンプルだとこう、シンプルこそやっぱ美味しいよね。やっぱ分かりやすい味だよね。しょっぱさとニンニクと油とだから分かりやすいんじゃないですかね、逆に。最高です。使ってる材料が少ないけんですね。もうシンプルやけん本当に本当に難しいと思います。この料理はめちゃめちゃ難しいです。火加減から味付けから油の量とか。アルバイト、アルバイトです。6年目。人間関係が楽。言いたいこと言い合えるな、言い合える、まあ、兄弟みたいな感じですかね。だけん一緒によってもあこう思ってんだろうなとか分かりやすい。例えば仕事でなんか今の違ったよねとか思って、普通ならこう関係性悪かったらこう自分の中でずっと溜め込んで嫌になって、あもう降りたくないなとか思ったりするけど、そういうのもないし、ないから。忙しくなったらやっぱみんながこう一生懸命になるというか、あ今通じとるなっていう感じがあります。みんながこう一生懸命になるからですね。ちょっと難しい。僕一回辞めたんですよね。次の仕事始めた時、バイト始めた時とかもずっとそうですけど、もうびっくり亭ってずっと頭にあったっすね。なんでびっくり亭抜けんちゃろうって思ったけど、うちの職場こうやっぱ仲間意識が高いって、そのやっぱアットホームな感じっていうのもあるし、ただ仲いいだけじゃないんですよ。
最終的にも本当に僕のためにすごいいっぱい動いてくれたり考えてくれたり言ってくれたりとか、僕以外の社員同士で夜中まで話し合っとってとか、すごいみんな本気でこういろいろ取り組んでくれるんですよね。あとうちの従業員みんな見てきとうけんですね、それを。僕らが今度それを下にどんどん返していくっていう絆がやっぱすごいなっていうのは感じますね。店長をやらせてもらってます。働いて10年ですね。とでもありがとうっていう気持ちを大切にしていこうって僕は思ってて、やっぱ従業員たちがおって僕も頑張れるし、従業員たちがおらんかったらいや店長とかもできんと思う。ありがとうっていう思いがあったらやっぱみんなからもそのなんていうんですかね、頑張ろうってか感謝が生まれるかなと思って、感謝があったらやっぱそれがまた感謝につながっていくかなと思って、これは大事にしてます。視聴者視聴者視聴視聴視聴者はい、視聴者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 今回、たくさんのお客様に、お越しいただいたおかげで新店舗をオープンすることになりました。ここで。あ、そうっす。もう一回。2023年8月4日金曜日から、営業いたしますので、視聴者の皆様。いいっすね。いや、そうっす。もう一回。どうしたの？視聴者の皆様のご来店を、お待ちしております。2023年8月、4日金曜日から、営業いたしますので、視聴者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。パチパチいるか。